ニコライ・ビサリオノビチネ・クラーソフは、帝政ロシア、臨時政府、ソビエト連邦の政治家、自由主義政党である、立憲民主党の最左派に属した。1879年、聖職者の家に生まれた。鉄道技術大学で学び、後に、トムスク工業大学の教授となる。1905年に、立憲民主党の決闘に加わり、その後、同党の中央委員を務めた。 一方で、彼は、フリーメイソンのメンバーであり、同じフリーメイソンのアレクサンドル・コノバーロフ、ミハイル・テレシチェンコ、そしてアレクサンドル・ケレンスキーとは特別なつながりがあった。1915年には、政府とより、積極的に対決すべきだとして、党の方針に異議を唱え、党中央委員を辞している。第3国会、第4国会で議員を務め、また、 第4国会では副議長でもあった。1917年の2月革命時には国会臨時委員会の代表として君主制を放棄すべきだと判断した。臨時政府が成立すると第1次臨時政府及び第1次連立内閣において運輸省として入閣した。ケレンスキーやテレシチェンコと手を組み臨時政府において重要な地位を占めていたという。臨時政府内では 特に憲法制定会議の招集を最優先にすべきだと主張した。また、社会主義者との協調に積極的であり、ウクライナの民族自治にも協力した。カデットの指導者ミジコフは、こうしたネクラーソフを快く思わず、後に全く裏切り者、密告者、三等分間と批判している。なお、ネクラーソフは、ウクライナ民族自治問題を契機にカデットを離党し、 その後は、旧新民主党に所属した。その後、ケレンスキーを主犯とする、第二次連立内閣においては副首相剣造賞となった。しかし、コルニールフ反乱において、ケレンスキーに辞任を求めたため、反乱が失敗に終わると、彼は、閣僚の地位を失った。ボリシェビキによる、ソビエト政権が成立すると、当初は反ソビエト政権運動に加わり、その後、 ウファに逃げた。1921年に逮捕されたが、ウラジミール・レーニンと会った後、釈放され、ソビエト政権に協力するようになった。同年から1930年にかけて、消費組合中央連合部長となり、また、モスクワ大学、国民経済大学で抗議した。1930年に、再び投獄され、1933年の、 釈放後には建設作業現場の事務職員となったが、1940年にスターリン政権下において重殺刑とされた。1990年に名誉回復が行われた。ありがとうございます。